中村愛のうまごらぼ。どうも中村愛です。プシュー。まずは先週スプリングステークス私の注目馬4番人気ゆるカランフィースト3着に入りまして、またまた3連馬券に絡みました。やったー。この勢いでいきたいと思います。今週は G1 高松宮記念です。穴馬予想していきたいと思います。まずは一旦過去10年の3連系の平均配当を見ていきましょう。3連複15万4490円、万馬券6回、10万超え2回、そして3連単は84万2142円、万馬券8回、100万超えが2回ということで荒れに荒れております。そんな中、私の注目馬ダダン8番ソーダズリングです。まずはソーダズリングの戦績見ていきたいと思います。3月阪神芝 1800m 未勝利戦で初勝利挙げまして、4月東京芝 2000mG2 フローラステークス2着、距離伸ばしまして、5月東京芝 2400mG1 オークス8着ということで、この馬は長い距離合わないのかなと判断した陣営は距離続いて短くします。こちらです。今年2月前走の G3 京都牝馬ステークス京都芝 1400m で1着、レース後鞍上の武豊騎手の進言もあって、今回初距離になりますが 1200m の高松宮記念に挑戦するということです。そして管理するおとなし厩舎なんですけれども、高松宮記念2度制覇しております。その中でも2006年「俺は待ってる」では初距離でありながら制覇ということなので、今回期待できるんじゃないでしょうか。ということでまとめると、新たな可能性を開け8番ソーダズリングに注目です。馬と未来とのコンテンツ「馬コラボ」、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは30レースでした。その中でも土曜日に行われた中京9レースでは2番人気、3番人気、12番人気で決着。コラボ指数では12番人気を指数上位で見抜いて見事的中。3連単の配当は6万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は G1 高松宮記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。